奥の芝古墳群奥の芝古墳群の一億の芝古墳群は奈良県宇田市灰原日の木坂にある古墳群。2期が奈良県指定史跡に指定されている。奈良県東部宇田川北方の福地丘陵上に映像された古墳群である。4期の古墳が確認されており、そのうち2期は1971年に発掘調査が実施されている。 発掘調査が実施された1号墳、2号墳は、いずれも主体部の埋葬施設を尖閣式の横穴式石室とする。2号墳は、古墳時代終末期の7世紀前半、1号墳は7世紀、中央頃の築造と推定される。尖閣式石室は、灰原地域で産出する石英素面岩を板状に割りレンガ状に加工して積み上げた石室であり、桜井氏から、 宇だ市灰原を中心とした地域に分布する数少ない例になる。朝鮮半島の区だら、高栗の母性と類似するため、飛鳥時代のトライ系官人層の墳墓とする説が挙げられている。1号墳2号墳の古墳域は1973年に奈良県指定史跡に指定されたが、1号墳は1985年に破壊されている。 一号墳は、丘陵の中央部北寄りの尾根南腹部に位置した古墳。形状は円墳。1985年の宅地造成の際に破壊されている。墳形は円形で直径約10メートルを測った。主体部の埋葬施設は、両袖式の尖閣式横穴式石室で南方向に開口した。石室の規模は次の通り。 沿道の天井石は結失しているため、沿道の高さは明らかでない。原出は直線的に積み上げられる。石室内は洞窟にあっているが、調査では液、末期、弾きが検出されている。築造時期は、古墳時代終末期の7世紀中央頃と推定される。現在では、石室は、日野木坂古墳公園に一区復元されている。二号墳は、 丘陵中央部から南寄りの尾根西斜面に位置する古墳。墳形は円形で直径約10メートルを測る。主体部の埋葬施設は両袖式の尖閣式横穴式石室で南方向に開口する。石室の規模は次の通り。1号墳と異なり、原室は急に持ち送り積み上げられる。石室の原室内には組合式石棺、木棺が据えられる。 石棺は鎌倉時代に敷石として二次利用されている。石室内からは金管、鉄属、鉄釘、末器、恥器が検出されている。築造時期は1号墳に先行する古墳時代終末期の7世紀前半頃と推定される。ありがとうございます。